どうもです、中島あゆみです。どうもです、松村さとみです。はい、というわけでお久しぶりです。お久しぶりです。どうもどうも。本当にどうも。1年前ぐらいですかね。そうですよね、あの桜の季節に、はい、中島さんと一緒にドライブさせていただいて、はいはい、富士山に。そうですね、見ましたね。いや、見ました。めっちゃいい天気の2日間で、はい、桜をまた見に行きたいなと思うんです。はい、車がすごくないですか、後ろ。そうなんです、さっきからすごい気になってて、またまたでかい車が。でっかい車。今日はですね、はい、ボンゴブローニーバンという、はい、まあ、いわゆるバンなんですけども、はいはいはい、これで見に行きたいと思います。お、なるほど。ただこいつ普通のバンじゃないんですよ。そうですよね。なんかよくね、外から見た感じだとね、よく作業車というかね、そうそうですね、お仕事で使う車みたいな感じなんですけど、はいはい、この車は全然仕事感がない。なるほど。こんな感じになっています。すごい。これは見てください。すごいでしょ、これもう、なんかこのブローニーはただのブローニーじゃなくて、はい、このキャンピングカー仕様ということで、すごいですね。本当に住めるぐらいめっちゃ大きいベッドもあって、最近よくすごい好きでキャンプ動画とかを見てるんですけど、はいはい、そういうのによく出てきます。いやいやいや、本当に本当に。今年は岡山県の津山市ということで、はい、西側に向かってね、はい、これからドライブしたいと思います。はい。おお、高っ。ここ持たないとあれですね。わあ。わあ、すごい目線が。トラック運転手みたい。すごい。高い。よっしゃー。See, I've been thinking a million things I wanna say. Now I'm looking in your eyes, but I'm wondering. なんかマシンというか、なんかいつもの感じとまた全然違う、なんかこのガンダム運転したことないけど。そういうなんかロボットじゃないけどメカ感強いかも。 1,2,3,4 台前の車の天井まで見える。うん、めちゃくちゃもう見下ろしてる感じですね。ね。ちなみに今日中島さんが着ている服は自分でさっきまで編んでました。さっき出来上がった。出来上がった。いいですね、3000回転。加速がすごいな。加速というか伸びるまではやっぱちょっとだけパワーいる感が。はいはい。あるんですけど、一回スピードに乗ったら結構伸びる。津山市って書いてる。途中ね、ちょっと前に3人乗ったりして、あ、そう、このバンのならではの楽しみ方というか、外から見た絵面が一番面白そうな気は。津山の名物といえば B 級グルメです ね、ホルモンうどん。すごい、カラオケボックス、ほんまにボックスや。ほんまや。あ、ここも綺麗。ね、これは桜なのかな。桜とあっという間になんかこの山の方に、そうですね、向かっていってる感じが。わあ、広い。傾斜がすごい。草原。ねえ。わ、すごい道。もうなんか広場に一本道みたいなね。よいしょー。わ、すごい。わー、すごい。おお、めちゃくちゃ。高い。やっぱ冷えてきましたね。あったまりたい。いい感じ。いい感じ。わー、めっちゃいい感じ、ね。ちょっとくつろげちゃう感じですね。いや、なんかお湯があるだけでホッとしますね。ねえ。おお。なんかこう豆から引くのってすごいテンション上がりますよね。なんかこれだけでめっちゃ贅沢な感じする。ねえ。
キャンプしてる感がありますね。おお、おお、めっちゃいい香りです。おお、めっちゃいい匂い。ではパンを。パン祭りでそう。津山春のパン祭り。ね、うん、うん、というわけで1日目は、はい、とりあえず終了かなと。めちゃくちゃくつろいでおります車の中とは思えない、靴脱いで上がって本当にも足も伸ばせる感じで、ね、人の部屋みたいな感じですね。ね、確かに満喫しましたね。いや本当にキャンプ飯も食べねえ、めっちゃ幸福度高い、ね、いい時間でした。確かになんかドライブも楽しく、なんかこう大きい車のドライブも楽しみながら、こんな感じで今山の上で、ね、結構寒い、外に出たら寒いです。多分結構寒いです。結構寒いですけど全然そんなことないし、確かにこのままこれ足伸ばして寝れるの最高じゃないですか、ね、大人2人寝転がれる感じ。うわすごい、どうでしょう。ねえ、で、まあ明日はとりあえず、はい、あのお花見を、はい、今日ちょっと車窓からいろいろね桜見ましたけど、明日はじっくり花を見ようということで、はい、めっちゃ楽しみですね。明日も楽しみですまあ今はね外真っ暗でなんか大丈夫なんちゃうって思っちゃうんですけど、朝起きたら多分なんか確かに いい天気ですね、おはようございます。おはようございます。昨日あんなアウトドアなところで、はいね、おやすみなさいって言っておはようございますがこの状態っていう ね、なんというなんということでしょう、ね、あおはようございますとは言ったんですけど、はい、まあ、だいぶ日も高くなってまして、ね、はい、今日は朝から袴を着させていただきまして、ね、髪の毛もね、いい感じにセットしていただいて、これは本当に女子としてはかなりテンションが上がる、はい、はい、今日はねこの格好でちょっと津山の桜を巡りたいと思いますけれども、はい、こんなバンにそうそうそうのこの服で乗るっていうのもねすごいなんかドライブショーらしいなって感じもします。このバンと袴の女性2人っていう、ね、なんか津山桜祭りって言って、はい、なんかお城周辺でこう桜のお祭りやってるみたいで、はいはいはい、ちょっと出店があったりとか、そうですよね、このぼんぼりもねいい感じですよね。そうですよね、だから夜桜もねすごい楽しめるんやろうなと思いながらね。よいしょっと、よいしょ、よいしょ、では出発します。はい、お願いします。しかし本当にいい天気ですね、うん、いやーやっぱ昨日よりめっちゃはっきり桜が咲いてるのが見える、ね、山肌、うんうん、なんかあのほんま里山の風景みたいな、ね、あでも駅が見えます。あの駅もめっちゃ渋い、めっちゃいい感じ、ね、で桜が咲いている、うん、
ごいな、それは楽しいね。こう運転してるっていう、こんな大きい車を多分今まで史上一番最大そうですね、墓まで運転することもなかなかないし、ね、こんな大きい車運転することもないけど、なんかそう着物とか着たらもうのこ、うん、横を座っときみたいな、そうそうそう、運転してあるわみたいな感じですけどね、うん、いやでも桜綺麗し、なんか川がこう流れる音がして、なんかめっちゃ癒し効果ありましたね。確かにマイナスイオンたっぷりで、うん、次はあれですよね、ちょっと小腹も空いてきたというご飯食べるとこ探しましょうかね。そうですよね、減りましたね、小腹っていうか、ちゃんとお腹すきましたね。もうだってもうまあまあいい時間ですもんね。確かに確かに。ここはここめちゃめちゃ広い、すごい広場が、あしかもこれ車入れますよね、ここから入れます、ここ入れるかな、ここから入れるかな、この低くなってるとこ入れる、入ってみます、入っちゃいます、開けます、オープン、じゃーん、おいしそうな2段ありまして、下が、この下が行きます、じゃーん、じゃじゃーん、でーわー、ちょっとヘルシーな玄米、いきます、パカーン、わー、仕切りがたくさん、ね、おこわ美味しいじゃないですか、ね、え確かに、いただきます、いただきます、何からいこうかな、まあ、おかお、おこわかな、うん、そうですよね、わいい風、桜のね、うん、風で花びら入ってくるの、うん、卵から食べよう、うん、しかもこんな車これだけ開くからもう、ね、確かに風も抜けるし、そうですよね、今ここのねシートを倒して、うん、テーブルを作ってみたいな感じで、菜の花のごまえって言われたらめっちゃ春ですね、うん、うん、確かに、ちょっと日も陰ってきて、ね、陰ってきてというか、うん、傾いてきて、自然との語らいが今日はめっちゃしてる感じしますね。そうですね、確かにだいぶ語らったな。桜もねいっぱい見たけど、それぞれの段階の良さが、うん、そうですね、確かに満開はそれはねやっぱ綺麗なんですけど、散り際もシチュエーションが良ければこんなに美しいんやなって、うん、確かに言うてる間にね、だいぶ結構、あでもこの魚の 800m だったら魚や、魚桜もいろんな、いろんなあれが、あれかな、もしかして、わすごい、わすごい、わ趣深い、ね、なんかなんだろう、力強い、到着しました、到着です、なんかあの後ろにあるお家もこの桜とすごい見合ってるというか、ね、この全体の雰囲気がね、ね、あでもここちゃんとね、うん、根っこを守るために、確かにここからは入ってはいけませんよ。わあでもまだまだ咲きそうな、あ本当ですよ、つぼみがたくさん。わあ。すごい。もしかしたらねこれ満開になったらまたちょっと違う。あそうですね。何分ぐらいだろう。7分咲きぐらい。6、7ぐらいかな。日当たりいいとこはでもだいぶ咲いてますね。確かに。そうですね、うん。やっぱ全体的に多分咲いても、うん、やっぱこう控えめなというか、うん、枝に。そうですね。ポツポツ、確かに確かに。もう葉っぱもね出てきてますもんね、うん、ちょこちょこ、こっち側は日当たりいいところはね、コントラストある
コントラストがある2日間で、うん、そうですね、めちゃくちゃ良かったですね。超アウトドア、まあ、今日もアウトドアっちゃアウトドアなんですけど、まあ、うんうん、なんか銅と静みたいな感じで、確かにめちゃくちゃ昨日は銅でしたけど、うん、今日は静で、ね、趣のある感じで、ね、袴とかも着ちゃって、ねね、めっちゃ楽しかったです。やっぱ袴着てるとこう自分がすごく女の子らしくなると、ね、そうですね、なんか確かに女の子心がちょっとくすぐられて、はい、ずっとなんかお姫様気分で今日は一日こんな運転しながら、そうですよね、めちゃくちゃでかい車を運転してましたけど過ごさせていただきました、はい、めちゃくちゃもう絶対この条件は一生経験しないと思うんで、うんうん、そうですね、ドライブショーならではの体験をさせていただいた感じで、はい、うん、いい思い出ができました、はい、これね、またこういうね、うん、キャンピングカー仕様のこういうバンとかね、はい、これでしかできない経験みたいなのもたくさんあるし、うん、あのこういうカスタムの車、こういうマツダさんでね、いろいろ取り扱ってますので、はいはい、ぜひまたねお店に行って、うん、実際の車を ね見ていただければいいなと思います、うん、はい、というわけでじゃあもう日も傾いてきましたし、ね、今日はこの辺りでということで、はい、はい、また次回さよなら、さよなら、次何でしょうね、どうなるんだろう